皆さんはじめまして、ナナです。本日は静岡県にあります川のホテルゴルフコース、富士コースのラウンド動画になります。ここは富士山系レディースクラシックの会場でもあり、景色が綺麗なゴルフ場としても有名なので、そのあたりも楽しみながらご視聴いただけると嬉しいです。今日キャディをやっていただく鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。一日よろしくお願いします。こちらは奥行きが23ヤードの、はい、短め の, あのショートなんですけど、はい、ぐるりとバンカーがありますので、はい、奥もちょっとすぐ行きやすいので、うん、はい、気をつけてください。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。惜しい惜しい、以上です。バンカー入っちゃいましたね。大丈夫です、あそこ。ありがとうございます。OK です。あ、じゃあ緊張してますか？すごい緊張してます。早速バンカーみたいなので頑張りたいと思います。楽しみです、景色が。本当楽しんでください。ありがとうございます。芝目は右の奥から左下になってます。はい、結構目強いですか？目が強いですよ。目が勝つところもあったりしますね。ちょっとアリソンバンカー背が高いので、はい、低いところから入るんですが、こちらですね。ちょっと目玉っぽくなってますね。そうですね。向こうから入っちゃって、そうですね、はい、向こうから行きましょうか。こちら、OK です。OK です。はい。止まりました。OK です。ファンサービス欲しい。なんとか出せましたとか。ちょっと目玉だったんです。不安だったんですけど、なんとか。とりあえずは出せましたね。右奥から左下の目です。はい、右奥から左下の目です。あまり早くないですね。はい。登って下ってみたいなところですね。はい、ナイス。ここ、うん、ナイスです。ピン大丈夫ですか？そのまま。はい、大丈夫です。ナイスイン、ナイスイン。ありがとうございます。OK です。はい、ありがとうございます。よいしょ。ナイスです。今のホールはボギーでした。ちょっとバンカーが難しかったですね。グリーンも目が強いみたいなので、これからちょっとしっかり距離合わせできるように頑張りたいと思います。ナイスアウト。いや、良かったですね。青空が青い海になってきました。良かったですね。うん、開けてます。インコースはとっても開けてます。綺麗ですね。103番です。ちょっとぐるっと回ります。はい、うわ、よかったですね。本当に久しぶりです。そうですよね、久しぶりの。最近ずっと天気悪かったので。ちょっと右角に立っていただくと、左ドッグで白い灯台が見えてくるんですけど、灯台の下がグリーンで2段グリーンになってます。はい、ちょっと右から風で
はい、真ん中一番手前のあのヤシの右、はい、今人がいるところがちょうど打っていくところですね、はい、はい、狙い目です、はい、何も出ていいと、あの210ヤードのヤシです、はい、はい、分かりました。これ左側って左があのヤシの左ってフェアウェイに見えるんですけど、はいはい、ラフでちょっと結構強めのきついんですよ。なので行きたくないなと思います。でもっと左に行きますと東大より左はワンペナ、あのレッドペナルティーゾーンになってます。はい、わかりました。はい、景色綺麗ですね。すごく今日天気が良かったので、もう雲がなければ房総半島から全部ブワーッと見えます。そうなんですか。で灯台の裏にあの横浜が見えてランドマークタワーが見えたり、はい、そんなに、はい、すごいですね。今度またもっと天気がいい日に来たら最高ですね。飛び出してください。空に来ましたね。はい、ナイスです。ありがとうございます。いいとこです。はい、はい、ありがとうございます。今のでちょっとラフぐらいですか。あ、フェアウェイ多分キープしたと思うんですけど、ね、はい、よいしょ。いや、じりじり暑くなってきました、ね、そうですね。鈴木さんってこちらでキャディやられてどのぐらい経つんですか。今年丸10年になりました。丸10年になりました。長いですね。いやー、ありがとうございます。うん、30年選手、50年選手がいるので下っ端です。あ、まだまだベテランの方がいっぱいいるんですね。はい、そうなんです。すごい歴史ありますもんね、こちらの。ねー、本当ですね。ご覧ください。両サイドが海ですので、ね、最高ですね。今日の天気は。ベストポジションじゃないでしょうか。あ、本当ですか。あ、よかったです、はい、ありがとうございます。女子トーナメントとかは疲れたりしたことあるんですか。 あります。6、7回ぐらいありますね。そうなんですね、はい、そうなんです。担いだ時と最近ではちょっとこうカートで、ね、はい、やらせて、手押しのやつですね。そうなんです。そうなんですね、はい、富士山が見えるとすると、はいはい、あっちなんですよ。雲がなくなると見えますので、11番から14番までが富士山飛行です。そうなんですね、はい、晴れるといいですね。ちょっとここも左に行きやすいところなんで真ん中が右狙いってなってます。はい、ヤシから280ありますから、ここからですね。はい、はい、どうでしょう。はい、どっちかでちょっと見ます。いいとこですよね。ああ、よかったです。ちょっと左足下がりが気になるので5番ウッドで打っていきたいと思います。よいしょ、 OK です。 OK です、ナイスです。はい、ありがとうございます。少し右ですかね。右なんですけど全然 OK なんです。大丈夫ですか。あそこは、はい、ありがとうございます、はい、このヤシも面白いですよ。すいません、このヤシあのボールが当たった跡があって、あ、そうなんですか。ディンプルまでついてます。面白いです。あ、でもここからでも見えますね。見えますよね、保護してるのが。これもお願いします、はい、し、海からの風って結構強い時あります。海からの風は強い時あります。あの冬場とかは強いですね、はいはいはい、あ、逆に夏はこれからはピタッと止まってます。あ、そうなんですね、はいはい、
ちらの方にこう富士山が、この雲が溶けるとね見えますので、いや今日ちょっと見えればいいんですけどね。見えるといいですね。14番まで見えるスポットなんで、うん、はい、この灯台はティー、はい、アップをデザインした灯台なんですけど、あ、なるほど、ティー、はい、アップ、確かに言われてみるとそうですよ、ね、ちょっと下が細くて、はい、残り125ヤードなので9番屋で打っていきます。ちょっと大きかったですね。大きいです。はい。はい、ありがとうございます。はい。ちょっと待ってください。あ、いいですか。はい。はい、ありがとうございます。56度で打っていきます。ナイスタッチです。逆目です。ありがとうございます。ちょっとね、透けてますね。ボール1個とか、ナイスです。ありがとうございます。綺麗です。はい、ありがとうございます。ここもやっぱり景色いいですね。あっち側も何にもなくて、そうなんですよ。それでくっきりしてると房総半島がついに見えて、うん、あ、こっち側に出てくるんですね、はい、へー、水分取ってますね。そうですね、そう、水産も、はい、ありがとうございます。よいしょ。この12番の358ヤードってどういうホールになりますか？はい、ここはミドルホール、左ドッグレッグで谷越えのグリーンなんですけれども、はい、先に見えるやつですね。そうですね、はいはいはい、谷の向こうにグリーンなんですけれども、はい、ちょっとやっぱり遠くても右狙いと言われている、うん、プロたちもボギーで考えてるっていうふうに言われました。そうなんですね、トッププロから言われました。あ、でそうなんだ。ここの谷を、あ、谷というかコブを越えるのが240キャリーで越えてフェアウェイなんで、あ、はい、結構しっかりありますね。そうですね、はいはいはい、じゃあ本当にもう少し右狙いで、はい、全部こう左に流れてくるっていう感じのホールです、はいはい、それでは行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。 どんな感じで行くんですか？やっぱりここプロでもボギー狙いっていうぐらいなので、安全に右にやっていきたいと思います。しっかりもうパーセーブを狙って。ナイスショ。いいとこ行きますね。はい、ナイスです。OK です。少し右すぎましたか。あ、いいとこです。はい、ありがとうございます。あ、飛行機雲ですね。しっかり出てますね。夏の入道雲も大きいのが出てますね。本当ですね、夏も来ましたか、うん、よかったです、ここが晴れて本当に、ね、最高ですね。太陽出てよかったです。いい日を選んでいただきました、本当にありがとうございます。よ、
ここの富士コースって、はい、全部ツーグリーンでなってる感じですか？いえ、昔は全部高麗のツーグリーンだったんですけど、はいはいはい、今4ホールだけです。あ、4ホールだけツーグリーンで。そうなんですね。そうなんです。じゃあ1個だけのところって結構大きいグリーンになったりとかします？そうですね、あのこう一緒にして大きなグリーンにしたり、うん、あとはもう本当に小さいまま。あ、そうなんですね。じゃあ本当ホールごとに全然違う感じ。そうですね。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい。ここはもう離れてますので。左側から左奥にかけてってどういう感じになってるんですか？左奥、ピン奥がバンカーになってます。あのバンカーになりますので。じゃあちょっと奥は禁物ですね。大きかったら危ないかなっていう感じ、はい、そうですね。ピンも左についてるので、はいはいはい、まあ、ちょっと右がいいって言われてます。うん、なるほど、はい、ピンより右目で、はい、左からの目なんで、はい、はい、お願いします。上りちょっと入れて150、まあ、見たいです、見たい、はい、キャリーで見たいですね、はい。残り150はしっかり見たいっていう感じなので6番アイアンで打っていきます。見てもらいます。ナイスです。ちょっとこぼれちゃいました。ちょっとね、少しだけ大丈夫です。行ってみましょう。はい、行ってみましょう。ちょっと噛んじゃいましたね。はい、捕まっちゃったかなっていう感じ。はい、行ってみましょう。やっぱりグリーンもそうなんですけど、フェアウェイとかラフも結構芝がしっかりしてるので、それに負けないように打っていかないといけないかなっていう感じですね。あとグリーンもちっちゃいですし、周りもバンカーがやっぱりそれぞれのホール多いので、そこも考えてしっかりマネジメントしながら狙っていかないとバーディーも取っていけないかなっていう印象ですね。ちょっとまだ緊張してるので、これからしっかりマネジメント頑張っていきたいなと思います。この景色最高なんで、こちらのね、すごいですね。わあ、ここの景色いいですね。ここ景色ですね。あ、ありましたかね、あれが。はい、次アプローチ56度で打っていきます。私たち、うん、OK です。ございます。はい、ね、私たち。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、ここも。惜しいです。 OK です、はい、ボギーになっちゃいましたね。 OK、はい、です、大丈夫です。やっぱり、はい、ありがとうございます。セカンドが結構狙いにくい感じはありますね。セカンド本当に難しい。で、風が吹くと一番強いホールです。あ、こっちから、はい、じゃあ打つ場所とやっぱりピンと風が結構違う感じね。そうなんですよ、ここ本当に、はい、トーナメントの時期は結構風が強くなるんですか？そうです、右からのアゲンストとか多いですからね。強いですね、強いです。ナナちゃん、はい、はい、まあ、あのこの動画は最初の回の後のちょっと思いに入るんですけど、はい、多分いきなり始まって、もう誰だってそうですよね、そうですよね。しかもなんか今日カメラマン全然喋んねえじゃんみたいなちょっと新しいテストをちょっとチャレンジしてて、まあちょっと動画であんまり説明が紹介ができてないんで、はい、まあ、簡単に自己紹介っていう形で、はい、まあプレーはもうなんか上手いなこの子って思ってもらったと思うんであれなんですけど、ゴルフ部なんですね。はい、中学高校大学とゴルフ部に所属していました。はい、ガチですね。そうですね、しっかり大学卒業して何年目？卒業して2年目。ああ、
ですかね。じゃあもうまだ全然、はい、もう上手い状態ですね。全然そうですね。ベストスコアは、ベストスコアは68です。何年前かの話ですけれどもはい、なるほどですね。あの、まあ、僕からちょっとこう出てみないっていう話で、はい、最初ちょっとこう、はい、うんって感じだったと思うんだけどそうですね、私そんなキャラじゃないですみたいな感じだったんだけど、はい、あの、はいはい、どうして今回ちょっとリンゴで出てみようかなって思ったんですか。今までこういうご縁もなくてメディアに出るなんてこともなかったんですけど、せっかくいただいたご縁ですし、自分の中で新しいことに挑戦していきたいなっていうのもあったので今回参加させていただきました。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、あのちょっと1回目ってことで少しちょっと、まあ、あのテイストもちょっと初めてやるんで少しギクシャクしてるかもしれないですけど、でも奈々ちゃんのプレーはマジうまいんで、いや全然です。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいなと思います。はいはい、今日は川名ゴルフコースをご紹介したんですけれども、他にも何かトーナメントコースで気になっているところとか実際に行ってみたいところとかあればぜひ私がプレーしてご紹介できればと思うので、何か行ってみたいところがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、頑張ってあの貯金しておきます。ありがとうございます私も頑張って上手くなりますはい、じゃあそんな感じで、はいはい、引き続き動画をお楽しみください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。